ベルビル原子力発電所は、フランス共和国シェール県ベルシュル・ロワールの東に所在する原子力発電所。施設は、ロワール川の西岸にあり、ヌベールから下流7 5トルオルレアンから上流1 0 0トルに位置している。ベルビル原子力発電所には、約650人の従業員が就業している。 所内には2機の加圧水型原子炉があり、それぞれ1300万キロワットを発電している。原子炉プラントの供給元はあれば NP 社とアルストム社。冷却水を確保するため、ロアール川沿いに建設されている。2007年3月27日、欧州加圧水型炉の建設に反対する、環境保護団体グリーンピースの活動家12人は、 危険性を訴えるスローガン EPR イコールデンジャーを改陳するため敷地内に侵入し冷却塔の一つに登ったこの抗議活動を主導した活動家は執行猶予付き15日間の刑務所週間の有罪判決をフランス電力に対して損害賠償金5万3000ユーロが言い渡されている核原子炉の特性は以下の通り ありがとうございます。